どうも、そうです。ピューということで、今回はね、とあるモッドを入れてね、マインクラフト実況やっていこうかなと思うんですけど、ちょっとね、急がないといけないので、素材を集めながら動画をね、進めていこうかなと思います。で、そのとあるね、モッドというのは、日光黙示録っていう、モッドを入れておりまして、でね、日光黙示録って何ですかっていうね、コメントが来ると思うんですけども、日光黙示録っていうのは、あそこにね、あそこ、太陽があるじゃないですか、あそこに。この太陽がどんどん近づいてきて、もう本当にもう森とか動物も全部、もう地上にいる動物たちは全員焼け死んでしまうというね、モッドを今回入れております。だからね、もうここ今見えてる、この森とか、もう全部焼けてしまいます。おちなみにこんな感じで、なんかやばすぎる敵キャラが出てくるモッドも入れてます。動物モッドってモッドね。で、今ね、今はなんで日光の下にいるのに燃えてないかっていうと、じゃあ日光がね、近づく、太陽が近づいてきて、地面が燃え始めるのが、5日後かな？今日は1日目なんですけども、今日からね、4日後？今からね、4日？つまりマインクラフトの時間だな。マインクラフトの時間で、あと4回寝たら、太陽がね、近づいて、もう本当にこの地面が、もう焼け野原状態になっちゃうよっていうモッドを入れております。で、今回このモッド入れた状態でね、マインクラフト実況やっていこうかなと思います。で、最終目標なんですけども、エンダードラゴン倒せばいいかな、みたいな。いや、でも、ちょっとね、いろいろね、最終目標考えたんだけど、やっぱりね、久しぶりのマインクラフト実況なんで、やっぱエンダードラゴン、もう普通にシンプルにエンダードラゴンを倒した方がいいかなと思ったんで、エンダードラゴン倒して終わろうかなと思うんですけど、どうしよっか。とりあえずね、もう4日後、あと4回寝たら、太陽が近づいてきて、もう焼け野原状態になっちゃうので、とりあえず苗木、まずこの中で苗木をゲットしていきます、まず。ちょっと一応もう、どんどん作っちゃおうか。こんな感じでさ、作業台作って、確かピッケル、そう、マインクラフトのね、マインクラフト、いや、久しぶりにやるんだけど、毎回さ、ピッケル作るか、斧を作るか迷わない？ピッケル作って、石取って石の斧を作るのが先か、普通に木の斧を作って木を切るのが先かみたいな。もう毎回迷うんですけど、まあ、やっていきます。とりあえず、石の斧を作って、石の斧を作って、やっていきます。石の斧、これだね。オッケー。そうだ、キーボードの音がうるさくてさ、ちょっとキーボードめちゃめちゃ音がうるさいかもしれないし、ごめんなさい。まあいいや、やっていきます。オッケー。はい、もうあと4日後にはね、太陽が近づいてきて、もう本当にもう地上に出て、だからもう日光にさらされると燃え死んでしまうので、もうとりあえずね、本当にもう木も、燃えちゃうんですよ。だからもう早めに、もう今のうちにもう木を取って、で地下にね、家を作っていこうかなと思います。よし、ある程度木取れたかな。結構取れたね。もうだからあとはもう、じゃあスコップ作って、もう木のスコップ、あ、いや、石のスコップ作ろうか。石のスコップ作って、ちょっともう地下、結構いいところに、ここに洞窟あるな。この洞窟をお家にしちゃおうかな。本当に、結構もう5日目になっちゃうと、本当にもう地底の生活になっちゃうと思うので、お、虎がいる。なんだあいつ。あの虎どうなの？ちょっと いまいち僕もね、動物モッドっていうモッド入れてやってるんだけど、今、あ、物作っちゃったじゃん。むやよし、できた。じゃあもうあとはね、もう穴掘りまくって、お家作りたいんだけど、ちょっとさ、あのキャラ気になるよね。何あのキャラ。ちょっとさ、石の剣作ってさ、ちょっと待って、間違えた。石の剣作ってさ、戦ってみていい、あいつと。あいつと戦いたくない？あ、やばい。ちょっと石、あー、石取らなきゃな。よし、じゃあ石の剣をね、作っていこうかなと思います。はい。オッケー。ちょっと戦ってみようか。ちょっとこれ壊すか。はい。いきます。なんだこいつ。めちゃめちゃ強そうだけどね。何これ。あ、木？なんか木に擬態してるよね、こいつ。お、でも別に近づいても別になんともないね。何も、え、なんかめちゃめちゃいるじゃん。え、めっちゃいる、めっちゃいる。いすぎでしょ。何こいつ。敵キャラってわけでもない。殴れないしね。なんだろう。ちょっととりあえず手が短いだけか、僕は。はい。お、殴れないぞ。斧だったら殴れる。あ、痛い！え、やばい。斧だったら殴れるわ。やっぱ斧で切り取るってことか。いきます。やばい。え、当たんないんだけど。お、当たった。はい。はい。これ倒したら何が出るんだろう。ちょっと気になるよね。ちょっと倒してみようか。え？音もなし。鳴き声もなし。しかも、バラと木の棒がもらいました。全然いらない。頑張って戦ったのに。どうしよう。食べ物も必要なんで、ちょっと豚ちゃんも倒しようか。ごめんね。ちょっと豚ちゃん倒します。いや、とりあえず、
結構洞窟あるけど、どこに家作るのが正解かな。あんまりさ、こう山に作るの良くないなと思うんだけど、なんか草原とかあればいいなって言ったら、あそこに草原があるわ。ちょっと あの草原に作ろうかな、お家。ちょっと さっき見つけた洞窟は一旦無視して、ちょっとあそこでね、あそこの洞窟に探索していこうかなと思います。やばい、みんなお腹すいた、やばい、これどうしよっか。あ、結構、え、待って、村があるじゃん。待って、ちょっとどうしよっか、村行くか。じゃあ、でもあの村人もあと4日後には死んじゃうんだよね。あの村、この村もあと4日後にはもう火だるま、火に包まれちゃうんだけど、とりあえずあと3日くらいは、ちょっとこの村に住まさせてもらおうか。ちょっとお腹空いちゃったんだけどさ、え、ちょうどいいとこに村あったね。これって食べるだけ、焼かないと多分ね、かぼちゃは食べれなかったと思うんだよ。で、なんか、畑があると思うんだけど、あったあった。畑、ちょっとじゃがいも食べようか、じゃがいも。じゃがいもももうぶんどって、ちょっとじゃがいも食べようかなと思います。オッケー。いや、なんとか生き延びた。やばい。もうそろそろ一日が終わるぞ、みんな。まあ、こんなもんかな。とりあえず、じゃがいも全部取って、一旦植え直すか。ごめんなさい、ちょっと、勝手に僕が、じゃがいも畑を、なんか、壊しちゃって、ごめんなさい。やばい、ちょっと待って、じゃがいも、3つしかないわ。とりあえず、いっぱいね、ちょっと農作物あるんで、ちょっと取っていこうかなと思います。よし、こんなもんかな。いや、結構、なんか、お家とかいっぱいあるね。どうしようか。これちょっと、壊してさ、ちょっと、階段作っちゃおう。オッケー、こんなもんかな。お邪魔します。勝手に入ります。これ、お、ちょっとここ僕の家にしていいですか。ここ僕の家にしますね、これ。いや、でもちょっといっぱい人いるからやだな。どうしようか。てかさ、村ってなんかさ、ボーナスチェストみたいなのあったじゃん。あれ、この村にはないんだね、このチェスト。いや、どうして閉じ込められてんじゃん。大丈夫？どうしようか。お家借りたいん、仮暮らししたいんだけど、いい、でも、どうせいつかはさ、地下暮らしの生活になっちゃうんだよね。それだったらもうさ、もうここら辺ここに作っちゃうか。村のすぐそばにこんな感じで作っちゃうか。もう家。ちょっと穴掘って、まあ、簡易的な家作っていこうかなと。まあ、ちょっと松明必要な。その前にちょっと松明作ろっか。どうしよっか。じゃあ、これを。いや、皆さん。お家を作ったらもう夜になりました。そして見てください。あそこにもうゾンビが、ゾンビが村人を襲ってるんだけど。で、ちなみに、できたお家がこちらです。てれてん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 。こんな感じでーす。めちゃめちゃ時間かかったね。もうなんか張り切って超広い、なんか作っちゃった。これもね、わざわざ土をね、敷き詰めたんですよ。で、敷き詰めた土に、こんな感じで階段、土の階段を作って、こんな感じで草原にね、繋がるようにしています。なんでこんなことしてるかっていうと、このね、5日？多分5日じゃなくて、もう3日 ?4 日かな？4日くらいになるとだんだんね、草原の草がね、剥げ始めるんですよ。そうするとね、草原の草がね、剥げると動物が若くなっちゃうんですよ。それをね、ちょっと湧かなくなると困っちゃうんで、食料とかそういう面でね、この草ブロックが消え去って動物が湧かなくなるのを防ぐために、こんな感じでね、まあ今できてないんだけど、こんな感じでね、草ブロックって土ブロックをね、こうなんか伝っていくので、まあ、草ブロックはこんな感じで階段伝ってって、まあ、いずれかはね、この土ブロックが、まあ、全部草になればいいなって思ってるんですけど、できるのかな。多分ね、できるとは思うんだけど、いまだにね、まだ草ブロックが全く繁殖してないんだよね。しかも、まあ、2日目の夜なんだよね。もうあと3日 ?4 日、あと2回寝たら、あと3回寝たら終わります。ちょっとベッド普通に欲しいんで、どうしようかな。羊が結構そこら辺にいっぱいいるんで、羊を倒しに行こうかな。ごめんよ、ちょっと羊。あ、普通にさ、じゃあ、結構さ、お家作ってる時にさ、いっぱいなんか鉄が取れたんで、いっぱいってわけじゃないけど、まあ、結構、思ってる鉄が取れたんですよ。だからもう鉄でさ、もう作っちゃおうかな、いろいろ。うわ、6個か。鉄6個 ?12 個くらい焼いた気がする。あったあった、これね。もうね、ハサミ作っちゃおうか、ハサミ。あ、バケツか。あ、バケツも必要だね。で、ハサミって、あったあった。バケツ必要だな。これちょっと、待ってよ。で、太陽が近づくと、水がね、蒸発しちゃうんで、これちょっと水蒸発するために、こんな感じでね、ちょっと、無限水路、
作っていきます。こんな感じです。無限水路、皆さん分かります？これなんか対角線上にね、こんな感じでやると、まあ、無限にね水が取れるやつなんですよ。まあ、みんな有名か、有名ですよね。であとはハサミを使って羊ちゃんのね毛を刈りましょうか。ちょっとね、羊ちゃん結構動物って結構もうこのゲームほんと最終的に大事になってくると思うんで、食料的な意味でね。あれでもさ、ちなみにこのマインクラフトのバージョンね 1.8 なんですよ。だからラム肉って出るのかな。ちょっとごめん、ちょっと殴ってみるわ。ラム肉出たっけ。あ、ラム肉で、いや、これ大事だわ。ちょっとラム肉出るんで、ちょっと耐水扱わなきゃいけない。ちょっとラム肉、食べるために、ちょっと羊ちゃん、耐水扱います。あと、エンダーマンだね。このエンダーマン。エンダーマンもね、今のうちに倒しておかないと、うわ、変なの来た、変なの来た、変なの来た。エンダーマン、今のうちに倒しておかないと、太陽が近づいたエンダーマン焼き死んじゃうんです。やばいやばいやばい。だから、早めにエンダーマン倒して、この、エンダードラゴンのところに行く、エンドに行くためのエンダーパールをね、ゲットしておかなきゃいけないんだけど、やべ、変なやついる、やばい。何これ、え、何これ、何やる、気持ち悪い、気持ち悪い。ちょ、殴れるかな、殴れねえわ。なんだあいつ、気持ち悪い。早めに逃げよう、早めに逃げよう。とりあえず、いや、スケルトンいる、スケさんいるな。これちょっとどうしようか。ここに、あった、ちょっと目印で、ちょっと、あ、やばい、ちょっと松明めっちゃつけとけ。オッケー、もう逃げろね、死ぬ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 、やだ、死にたくない、死にたくない。とりあえず、ちょっと、早めに寝たいけど、ちょっとね、動物モッドってモッド入れたってじゃないですか。結構めちゃめちゃ強いね、敵キャラとか湧いてくるんですよ。いや、ちょっと早めに寝たいんだけど、寝ちゃうかも。ね、え、嘘でしょ、え、ほ、ほんとに言ってんの、やだ、やめてよ。え、お前、うわ、最悪なんだけど、どうしよう、どうしよう、どうしよう、え、どうしよう。あ、喧嘩してる、喧嘩してる。いや、いいぞ、いいぞ、いいぞ。じゃあ、その間にちょっと僕、回復するんで、ちょっと喧嘩しておいてください。やばいやばい、ちょっと、待ってよ。チェストの中に、木入れてるんで、あ、ちょっと入れてなかったわ。ちょっと待って、この木を使って、ちょっと、もうベッド作りましょう、ベッド作ります。よし、OK。で、多分あのスケルトン倒さないと、寝れないと、お、寝れたわ。え、寝ちゃう、寝ちゃう、もう早く寝ちゃおう。よし、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 よし。OK。これでもう3日目ですね。もう太陽接近まであと2日です。うわー、ちょっと外見よっか。はい、で、今回この辺にしようかな。パート1ね。うわ、まだいるわ。え、何こいつマジで。何あれマジで。気になるんだけど、誰あれ。一回ちょっと殴ってみたいな。いきます。はい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 。弱い、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 弱すぎる。なんだこいつ。お、弱。本当に弱いじゃん。何これ。チキン、ブラック。変なの出てきましたね。ということで、じゃあ今回はこの辺にしようかな。太陽どこだ？あったあった。あと、2日で、この場所が、焼け野原になります。楽しみですね。ということで、じゃあ、まあ、次回はね、3日目かな。今日3日目なんで、3日目頑張っていこうかなと思います。じゃあまた次回見てください。それでは、バイバイ。